胃袋が4つもあるところです。いや初めて聞いたわ初めて聞いた。キリンの胃袋4つあるの。首長言えよ。この動物園のキリンは4人家族で暮らしており、家族で。なので当動物園では体が冷えないようにサウナで整えております。やめたれ。そいや乳首隠すな。ユーチューバーよ。こんばんは皆さん、バットムです。カッミミです。DKR チャンネルへようこそ。フィリピンから今回は友のオリジナルコンテコンプライアンスズーに反応します。チャンネル残りでと、それでは早速始めましょう。どうぞ。いい、レッツゴー。いや動物園久しぶりに来たな。楽しみやな動物園。ワクワクするな。え、何あれ看板。あ、当動物園ではコンプライアンスの強化を徹底するよう努めております。コンプライアンス、まあ、今コンプライアンスうるさいからな。何や動物園でコンプライアンスの強化って。だから見に行こう。あー、うん、ゾウさん大きいな。やっぱ迫力あるなゾウさん。鼻長いよな。なんでこんな鼻長いんやろゾウって。不思議やわ。あ、何これ。あ、なんかあるような説明してくれんねや。あ、聞いてみよう。アフリカゾウ。お、現存する陸生哺乳類の中で最も大きい草食動物です。大きいもんねゾウさん。全長およそ6メートル、体重は5000から7000キログラムと言われています。大きいな。ゾウさんの特徴は、うん、まん丸とした可愛い瞳にお話をたくさん聞こうとする大きなお耳、ね、そしてなんといってもあのしなやかなほっそりとした尻尾が魅力です。いや鼻のこと言えよ。鼻長い言えよ。いや尻尾なんか見てへんわ。見たことないわゾウさんのしなやかな尻尾言われても。いや鼻長い言うとあかんのこれ。あ、コンプライアンスってそういうこと。え、ゾウの鼻長いも見た目いじりなんの。嘘。え、ゾウ鼻長い言うとあかんねや。全身は灰色のワントーンでまとめ、とてもシックな大人の装いが感じられます。いや鼻いじったれ。鼻全くいじらへんやん。いや、ゾウをシックな大人の装いって思ったことないわ。鼻長いなしか思ったことないわ。あ、鼻あかんねや。見た目いじりになっちゃうねや、あれ。うそやん、ちょ、鼻いじったってもうちょっと。ゾウは鼻が長いなどと揶揄される方もいますが、揶揄。当動物園では、ゾウの鼻が長いのではなく、我々が短いと考えております。どんな考えやねん。我々が短いと思ってんの。ゾウが鼻長いんじゃなくて、我々が短いと思ってんの。怖っ。うわ、コンプライアンス厳しい。ゾウさん、鼻のこと言うとあかんねや。やばい時代に入ったな。我々が短いんや。はあ、これ怖いな、この動物園。あー、キリンさんや。大きいな。背高いな。やっぱ首がめちゃめちゃ長いな、キリンって。なんでこんな首長い。いや、首長い。聞いてみる。キリン。サハラより南のアフリカに分布しており、地球上で最も背の高い動物です。あ、首長いからね。キリンの魅力は長いまつげと、まつげと、なんと言ってもそう、胃袋が4つもあるところです。いや初めて聞いたわ初めて聞いた。キリンの胃袋4つあるの。首長い言えよ。この動物園のキリンは4人家族で暮らしており、家族で、父の朝日、母サンチョ、兄はサッポロ、妹はローリーと名前が付けられています。どこに気使ってんねん。いや何これ。いや気使うとこちゃうやろ。キリンってそういうことちゃうよ。いや、なんで飲料メーカーの名前言うてんの。札幌とか、アサヒ、サントリー、伊藤園ってなんやねん。いや、キリン、そこ気づかなあかんの。That's weird. 首長いの言えへんのに、飲料メーカーは全部言うてあげんねや。どんなコンプラやねん、これ。うわ、何ここの動物園。ちょっと待って。あれ、あ、何もおらへんな。あれ、これ何これ。おらへん動物。え、何の動物やろ。彼らは木の上でほとんど動くことはなく、とても穏やかでゆっくりとしたのんびり屋さんです。何この動物。しかし決して怠けているわけではないので、当動物園では彼らのことを就職活動中と呼んでいます。いや怠け者や怠け者やこれ。何や就職活動中って。イスラッテの怠け者も言うたかも。いや怠け者、こいつらもう木の上でダラーっとしてんねんで。怠けすぎて
餓死すんねん。めちゃめちゃやん。怠けすぎて餓死すんねん。怠け者就職活動中だって言わなあかんねや。It's lazy。 ここやば。いやこの服絶対あかんやん。ほんで絶対コンプラ違反やん。やば、ヒョウのとこ絶対行かんとこ。やば、ここなんか怖なってきた。早く帰ろう、この動物園。これ絶対あかん。え、あー、フラミンゴ。フラミンゴ、ビューティフル。フラミンゴがなぜ片足で立っているのか、うん、それは寒いからだそうです。あ、そうなんや。他の鳥に比べて足が長いフラミンゴは血管が細く血の巡りが悪いので冷えないように足を折りたたんで温めているそうです。片足で立ってるの、あれ冷えないようにしてるんや。なので当動物園では体が冷えないようにサウナで整えております。やめたれ。絶対やめたれ。ディナルソソフラミンゴカピカピなるわ。いや整えんでええねん。フラミンゴはクレイジー。コンプラ違反やろこれ。こそ大丈夫か。かわいそうフラミンゴ。ディナルソソフラミンゴ。いや、なんかもっとなんかちゃんと動物見て楽しみたいな。あー、ゴリラ。あー、出てきてないな。でもゴリラ見たいな。ちょっと聞いてみよう。ゴリラは体重 200kg 以上に達し、とても大きな動物ですが、ね、通常は物静かな性格だと言われております。物静かなんや。あー、ゴリラ出てきた。いや、乳首隠すな。ケチェン。YouTuber やね。ってなぐにこれバンされんの。何や、バンされるって。かわいそう、ゴリラ。バーボル動画にボルスドラミングいやつ、なんか嫌やろな。乳首当たる、乳首で星が当たるから、なんかかわいそうやな。いや、これ厳しい。じゃあ、あ、あ、猿や。あ、待って。猿さんな。That's my tongue at Mimi さん。見てられるな、お猿さん。You can watch them all. 猿、こいつらはすぐに調子に乗るので絶対に餌を与えないでください。こいつらの仲間には異常に手の長いテナガザル、金眼のようなメガネザル、鼻が長く伸びた気色の悪いテングザルなどがいます。猿に厳しい。ここ猿に厳しい。コンプラ全くない。何これ、金眼のようなメガネザル。コアラベア、It's okay, that. 気色の悪いテングザル。 And what's that? 気色の悪い言われてる。厳しい。クリーピー。なんかしたんかな、この猿。飼育員に無法地帯になってるやん、ここだけ全く守られてない。かわいそう、猿。何、なんだこれ。ハゲタカや。どうすんねやろ。ハゲ言うてモデルやん。もう首が長いとかさ、鼻が長いあかんかったのにハゲ言うてるやん。ハゲタカどうするつもり、これ。ハゲタカ、米国投資ファンドの敏腕マネージャーの鷲津が帰国し、企業の社長や銀行とのマネーゲームが繰り広げられる。鷲津は企業を救うために模索するが、その気持ちとは裏腹に金が悲劇を巻き起こす。ドラマやないか。ドラマのハゲタカなってるやん。もうハゲタカおらへんやん。もうハゲタカはあかんの。もうみんなの前にも出たあかんの、ハゲタカ。何ここ、もう帰ろう。全然思んなかったな。もう本日はご来園ありがとうございました。いや、もう来おへんよ、二度と。当動物園は動物たちを24時間一睡もさせず、皆様のご来園をお待ちしております。いや、一番コンプライカンやないか。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。So it's been a long time, yeah, since the last time that we've reacted to Jinai Tomonori, right? And the skit today was funny. It's all about animals in the zoo. Yeah, so I so love it. We have our cat also here, so yay! Yes, Jinai Tomonori is a kind of comedian who is very brilliant of this kind of ideas. He is not bullying someone just to make other laugh. Yes, no, like, he's not hurting someone just to make people laugh. So this is the kind of comedy that I like. Yes, it's natural. Credit to the channel. Yes.